CGS をご覧の皆様、こんにちは、神谷総平です。本日も縄文ホーツマツさんの旅をお送りしていきたいと思います。ご視聴は伊藤京さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、順番に1試合からですね、はい、お話を聞いてきて、いよいよ40話や最終話まで来ましたけれども、ね、はいはい、もうあの前回前々回と大和武の話を聞いてきましたので、はい、今日も大和武のお話を最後を聞けるということなので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の話はですね、三旗の40最終章ですね。厚高み陽稲む綾ということですね。厚高みというのはいわゆる厚田神宮の厚田でありますけども、それは大和武のことになるわけですね、はい、でいよいよ大和武はですね、あの関東も無事、治めまして、宮津姫のところにお立ち寄りになったわけですね。でこの宮津姫のところでですね、実は伊吹山に荒ぶる神がいるということを、大和武は情報としてキャッチしましてですね、でじゃあ伊吹山に行くということになりました、はい、この時に彼はうかつにもですね、剣を持たずに、伊吹山に向かいました。で伊吹山というのはですね、伊吹戸主という蘇佐能の恩人の神が、御霊として祀られている山なんですね、はい、でこの伊吹主のことをですね、実は大和武はすっかり忘れていましてですね、はい、それで、山に、いわゆる敬いの心を持たずに、きちんとした、お祓いもせずにですね、山に上がろうとしました、うん、そしたらば伊吹の神はですね、私はここにいるぞとばかりにですね、蛇となって現れたわけですね。ところがその蛇を、にメッセージの意味は分からずに、大和武はそのまま山に登っていってしまったわけですね、うん、それで怒った伊吹の神が山に、つららを降らしてですね、うん、そして大和武に大怪我をさせてしまうという事件が起きたわけです、はい、うん、そして、その時に怪我をして彼の、熱き身を冷ますためにサメガイという場所があるんですね、はい、そこで、自分の体を冷やして、それからお父様のもとに帰ろうとしたわけですけども、残念なことに、もう大怪我をしてしまったためにですね、お父様と元にとても帰れないという状況になったわけです、うん、そしてのぼのという場所に着いた時に、うん、彼はお亡くなりになってしまうわけですね、はい、でまあその時足がもう、本当に3つに曲がってしまう、はい、三重という、地名はですね、うん、足が3つに曲がってしまうような、そういう言葉で三重という地名があるわけですけども、うん、まあのぼのでお亡くなりになってしまった時、お亡くなりそうな時にですね、お父様の慶光天皇に、お知らせしたわけです。私は大事なご先祖のことを忘れてしまっていましたと。そしてそのためにこのようなことになってしまいましたけども、関東九州を私は治めてきて、お父様にお伝えしたいことがたくさんあった、うん、そしてまたご先祖のことをきちんと守らなくちゃいけないことも、たくさんあったのにかかわらずですね、お父様のもとに帰れませんと。ぜひお父様はあの仏末祭というものをですね、きちんと編纂していただいて、うん、後の世の人とためにですね、いわゆる皇室の歴史を、残してほしいということからですね、仏末祭というのは生まれているわけですね、うん、はい、で、大和武はですね、お亡くなりになる時に、羽をいわゆる白い鳥、白鳳となって、うん、天に舞い上がるわけですね、はい、でその時に、その白い鳥が、2つの2箇所にですね、羽を落としていくわけですね、うん、1つは奈良の琴引原というところですね、はい、でもう1つはですね、いわゆるあの大阪の方にあるですね、白鳥御陵という場所があるんですけども、はい、古市ですね、うん、古市という場所に、鳥の羽を残したと、いう落としていったということで、それが2つの御陵として今残されているということになるわけですね、はい、うん、で大和武は、亡くなったのは41歳です、はい、ちょうど僕ですね、今年41歳ですから、はい、神谷さん、はい、元気で、はい、大丈夫です。大和武はですね、なんと14人の男の子と1人のお姫様を産んでます、うん、そして関東を制圧してですね、関東にあります大山という山があるんですけども、はい、それは大和武の神の姿であるというふうに言われているわけですね、うん、神奈川県の大山、はい、はい、で仏末祭は全部で40綾でなっているわけですけども、1綾から28綾までは
6代目大物主久志三方が編纂してます、はい、で29あやから40あやまでが、いわゆる、大畳子という、はい、奈良の大宮神社にいる神様ですね、はい、が編纂してるんですね、うん、ですから29あやから40あやのところでたくさんの天皇が出てくるわけですけども、はい、最終的にはそこのところにですね、大和竹のご業績を残したいということで、うん、38、39、40あやは大和竹のことになっているという形なんですね、うん、なるほど。まず前半と後半でね、はい、ちょっと中身が違いましたもんね。そうですね、はい、今聞いてきても、はい、そうなんです、はい、シャートです。で、発末祭の編纂時期は西暦の126年、はい、ということは分かります、うん、で、この時、編纂した大畳子は234歳、うん、そしてもう一つ三笠文というものを残した方、はい、三笠大鹿島は247歳という年になるわけで、うん、はい、この年がですね、まあ、古代でこんなに長生きするわけないっていう方が多いんですけども、うん、はい、どうも、そうでもなさそうだなという感じがしてるんですね、うん、で、年が弱いが、こう短くなるというのはやっぱり食事の関係があったというようなことは発まで分かるということが一つ分かりますね、うん、まあ、別の先生はその半年を1年と数えたんじゃないかとかですね、うん、そういう説もありましたけれども、はい、うん、あの2倍年という考えですよね、うん、はい、そういう意見もまあありましたけれども、まあ、でも確かにあの体がね、例えば大きかったりすると寿命が長くなるとかね、はい、そういうのもありますし、そうですね、あ、はい、まあ、僕も詳しく調べたわけじゃないんですけど、まあね、なんか人骨でもかなり巨大なものが出てきたこともあるというのも、ね、あの言われているので、そう考えると寿命が長くても不思議ではないのかなということを思いますし、うんうんうん、なるほど。まあ、きちんとは発末を見るとですね、年代順にで、その時間というかその何月何日まで書かれているところを見るとですね、そんなにそのなんていうかね、あの暦を2倍年にしたということもちょっと考えにくいかなっていうところもあるんですよね、はい、それぐらい緻密に書かれているということですね。緻密に書かれているということですね、はい、なるほど。でもまあ最後のところは本当に古事記に書いてある大和竹の最後の話と、まあ、ほぼもう一致してますよね。はい、うん、そうですね、はい、うん、そうなんですね。なるほど、分かりました。ということで、まあ、終わってしまいましたけれども、はいはい、あの、まあ、次回以降ですね、はい、もう少しちょっとあの番外編ということで、そうですね、はい、あの、まあ、発末祭を勉強された伊藤さんがですね、こう全国回って、はい、こういろいろ神社なんか回れながら感じたこととか、ね、お気づきになったことをちょっと聞いて、はい、行かせていただいて、まあ、ちょっと、まあ、これで40終わったから、はい、終わりっていうのもちょっと寂しいので、はいはい、少しちょっと余韻を残すような形で、あと 4,5 回ですね、はい、あのインタビューをしていきたいというふうに思いますので、まあ、発末祭の内容、はい、1あやから40あやまでですね、まあ、最初はまあ押して文字の話でしたけども、うん、聞いてきまして、まあ、皆さんがどういうふうに感じられたか、ということですね、はい、まあ、そういったところもですね、この旅の話を聞きながら、はい、まあ、ちょっと総集編でお送りしていきたいなと思いますので、はい、次回以降も皆さん引き続きご覧になっていただきたいと思います。はい、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。